世界に一つだけの花、ナンバーワンにならなくてもいい、もともと特別なオンリーワン。花屋の店先に並んだいろんな花を見ていた。人それぞれ好みはあるけど、どれもみんな綺麗だね。この中で誰が一番だなんて争うこともしないで、バケツの中誇らしげにちゃんと胸を張っている。それなのに僕ら人間はどうしてこうも比べたがる。一人一人違うのに、その中で一番になりたがる。そうさ、僕らは世界に一つだけの花、一人一人違う種を持つ。その花を咲かせることだけに一生懸命になればいい。困ったように笑いながらずっと迷ってる人がいる。頑張って咲いた花はどれも綺麗だから仕方ないね。やっと店から出てきた、その人が抱えていた色とりどりの花束と嬉しそうな横顔。名前も知らなかったけれど、あの日僕に笑顔をくれた。誰も気づかないような場所で咲いてた花のように。そうさ、僕らも世界に一つだけの花、一人一人違う種を持つ。その花を咲かせることだけに一生懸命になればいい。小さい花や大きな花、一つとして同じものはないから。ナンバーワンにならなくてもいい、もともと特別なオンリーワン。素晴らしいお二人の演奏に心癒され感動しながら飲ませていただきました。さっきのリハーサルと全然違う感じで、はい、演奏していただいて、またこれはこれで本当に即興の演奏でございまして、とても感動いたしました。今日は最初に檜山総支配人おっしゃったように、何を予定気に恵まれて大山総料理長の美味しいお料理をいただいて、素敵な音楽を聴いて、嬉しい、楽しい、素晴らしい時間を満喫させていただきました。もう本当にこの上ない幸せだと思います。日本人でよかった、日本に生まれてよかったなと改めて実感しております。今日は朗読は一つでございましたけれども、一期一会という言葉がございますように、また今日この時間をご一緒させていただきました皆様と、先ほど福岡さんご紹介していただきましたように、6月20日またこのホテルで、この会場で同じ至福の時間を過ごしてまいりたいと思いますので、ぜひお時間許します方はお運びくださいますようにお願いいたします。本日は誠にありがとうございました。
「